まだ出てきました。高いでございますが、総領の試合したいと思います。冒頭にお話ございましたように、応募数が218名ということで、一応30名に処理審査をしまして、含めて審査をした結果です。本日ご参加いただいたのは27名ということになりました。頑張ってご審査いただきました。ありがとうございました。レースクリーンをやって、こちらのコメントを上げさせていただきます。レースクイーン、お一人目です。エントリーナンバー20番宮崎聖子さん。レースクイーン、お二人目です。エントリーナンバー27番二瓶由香さん。おめでとうございます。お二人にはトロフィーと副賞の授与がございます。トロフィーと副賞は平尾審査員お願いいたします。それではトロフィーとピアノを吉田審査員からお願いいたします。ありがとうございます。それでは海外旅行の副賞を最高審査員より授与お願いいたします。準グランプリ2名を決定いたしました。さあ、いよいよ残すところグランプリ1名となりました。97年スゴーレースクイーン、グランプリレースクイーンはエントリーナンバー24番小島みゆき、ゆみこです。どうも、おめでとうございます。最終週グランプリです。週グランプリとなりました。エントリーナンバー24番小島ゆみこさん。美しいピアノとしてトロフィーが授与されました。海外旅行の特録、そして、ヤマハミットの授与も行われます。そしてメインポイントはこのままにお願いしましょう。おめでとうございます。さあ、この5名が決定いたしました。では伺ってみましょう。最優秀グランプリです。おめでとうございます。ありがとうございます。もう嬉しい気持ちでいっぱいだと思うんですが、一言今の気持ちを。これから1年間私の笑顔がスゴーにあり、そしてレースの花となり、心のオアシスとなり、盛り上げていければと思います。どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。おめでとうございます。最優秀グランプリに輝きました、吉田美香さんです。そしてジュングランプリ早坂さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちを。絶対受かると思ってなかったので嬉しいです。誰に一番初めに伝えたいですか？やっぱり家族です。どんなレースクイーンとして。去年のレースクイーンの方々もすごく素敵な方だったので、それに負けないくらい一生懸命頑張りたいです。
バス停まで見送りに来てくれた母にありがとうって言いたいです。ありがとうございました。そのお母様とそってね、会社の方でも応援してくださった方もいらっしゃると思います。どうぞどうも皆様ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。おめでとうございます。じゃあ今日のこの審査に残った27名の中から5名が決定いたしました。今年1年間、スゴーのレースでこの笑顔をずっと絶やさずに見せてくれると思います。どうぞ皆様、サーキットの方でお見かけになりましたら気軽に声をかけてください。おめでとうございます。そして皆様、本日はありがとうございました。ちょっといいですか、1枚だけ。はい、入りますので、はい、はい、お願いします、はい。Thank you.